けれたけれたけれ心は殺すことある。今回の動画は岐阜県のイープルギスの夜さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。だからどこにもなかったきっといろんなことを知りすぎてた。いつも強い子だなって言われ続けてた。だから偉大なって褒められたりしていたよ。そんな風に周りが言えば言うほどに笑うことさえね苦痛になってた。一人きりで生まれて一人きりで生きてゆく。きっとそんな毎日が当たり前と じゃあすいません、よかった座っていただいて、すいません、もうずっと話してはる感じなんで。あ、そうですね、始めますんで。あ、すいません、すいません、すいません、僕ちょっとね、それで言うと自分の名刺をもう最近見取れてなくて。いいです、いいです、もう存じ上げております。いや、すいません、小西と申します。よろしくお願いいたします。すごい、障害と性をもっと明るく輝き製作所ってすごい。へえ、社団法人。去年の9月にそれを作ったんで、ちょうど今1年。1年、え、こちら、じゃマスクって取れますか。あ、いいですか。はい、よかったら。え、今何歳なんですか。30半ば、大人女子です。あ、いやいや、全然全然30半ばだね。障害者の方の夜のお世話するみたいなお仕事ってことですよね。そうです。あと、そのそういうのってダントツで身体障害の方が多いんですけど、はいはい、自身で連絡取ってくださって、はい、そういう情報を自分で探してきてくれる方になるんで、はいはい、だけどそのね、障害のある方って性欲あると思いますか。お、いや、でも確かに考えてみたこともなかったです。あ、ほんまです。あると思いますけど、でも言われたらないことはないだろうなと思いますけどね。そうなんですよ。なんかほんまに私これ活動しててこんなことやってるんだよねって話したら、うん、え、障害ある方って性欲あるんって言われることがすごい多くって、なんかそれにびっくりするんですよね、うんうんうん、なんかめっちゃ包んで言いますけど、私はずっとその夜の、うん、お世話のお仕事をしてるので、うん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 、だからなんか自分にとってはその性欲があるっていうのがめっちゃ当たり前やったんですけど、うんうんうん、福祉の世界入った時に障害のある方に対してそれが全然ケアがないのにめっちゃびっくりして、へえ、なんでって。ほうほうほう。そうで、なんかこうやってみたら、いや実際あるのにないみたいな感じにされてるから、そういうケアとかサービスが必要ないでしょみたいな感じにされてるのが分かって、いやいやそんなことないみたいな。へえ、みんな私たちと同じ人間なので、うんうん、いや、そらあるでって思って。あ、で、それでやろうと思ったってことですか。はい。一人でやってるんですか。今、あ、うん、一般社団法人でやってるんですけど、社員さんとしてっていう形ではまだ行ってなくて、でも一緒にやってくれてる人たちはいっぱい。あ、何人ぐらい。何人ぐらい、なんかすごいね、その活動の内容もいろいろあって、性教育やったり、一緒にその性の分野を考えさせてもらうみたいな、支援者さんたちとの会議の中に入れてもらったりもしてるんで。なあ、そうかそうか、多岐にわたると、ね、そうなんですよ。その活動自体はお世話だけじゃなくて、はいはいはい、ちょっとこう福祉的なものだったり、性教育とかの教育の面のことだったりとか、そうそうそう、大学で福祉を学んでいらっしゃる学生さんたちにお話しさせてもらうこととかもありますし。なるほど。どういうタイプの障害を持った人にお客さんがいるんですか。あ、めっちゃいろいろです。もう身体の方でも全く指先も動けない人もいれば、肩からは動けるとか、上半身は動けるとか。あ、はいはいはい、本当に様々で、足が動かない車椅子の人もいればとか。そうです、そうです。でもともとそのね、健常であって
ったにもかかわらず事故とかで障害者になられてっていう中途障害の方もいらっしゃいますし、で身体だけじゃなくて精神とか知的の方も、発達障害の方もいらっしゃいますし、そういう人たちも含めた、あ、そうなんですよ、サービスというか、そうなんですよ。それはホームページがあって普通になんか電話とかでお願いするんですか？今のところホームページ作ってる最中で、で一応 Facebook とか Twitter とかインスタはやってるんで、そこから口コミで見つけて来てくださる方が多くって。へえ、手前でどんなやり取りがあるんですか？お体のことだったりその障害について聞かせていただいて、で、どういうサービスが必要なのかっていうのも本当にそれぞれで、一口に性って言っても放出することだけがゴールじゃないので、うんうん、女性とお話ししたいとか、うんうん、デートしてみたいとか、見てるだけとか触るだけとか、うんうん、その出すことが目的じゃない人って結構いらっしゃって。あ、そうなんですね。いろいろなんです、その欲求のなんて言うんでしょう、目的というか、はあはあ、なのでそのどこに必要なサービスがあって、私たちどこを補わなあかんのかっていうのをお伺いして、まあ、カウンセリングみたいな形で。ああ、そう、テキスト上でってことですか？メール、電話をするんですか？あ、まあ、電話できる方は電話していただいてもいいんですけど、今のところもメールとか、まあ、それが一番分かりやすいですもんね、うん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 、そうなんです。分からない用語とかもあるかもしれないですね。あとなんかそのご家族には内緒でね、連絡くださる方もいらっしゃいますし。金額はどうなんですか？あ、もう一般のお店と同じ感じで、その福祉のサービスの中にそれが入ってないので、もう自費になるんですよね。だから1時間でそのサービスってなったら18,000円。あ、もうでもそんなもんですよ。障害のある方がお相手やから安くするっていうのはなんか違うような気がしてて。でもそれは正しいんじゃないですか？だって別に分かんないですけどね。そう、なんかいつかその補助が出るのであれば、あ、もうちょっとね、金額をね、安くしてみたりとかね、そのご自身のご負担が少なくて済むようになったらええなとは思ってるんですけど、今現状でその入ってないので、はいはい、だから同じくらいの金額はいただいてまして、はいはい、で、まあ、お話だけ、そのカウンセリングとかのご相談とかだけやったら1時間3000円で出してもらってて、あとそのデートとかは1時間5000円で、はいはい、で、手つないで腕組むとか、はいはい、その性的なことはなしで、はいはい、お出かけっていうプランもやってます。へえ、なるほどね。じゃあいろんなサービスがあるんですね。そうなんですよ。ちなみにどんな家庭に育った感じですか？ね、生まれた時は結構普通な家庭だったんですけど。関西で？あ、そうです、大阪で。で、私おばあちゃんに育てられたんです、私と妹と。へえ、何歳からか預けられたってことですか？いや、出た人たちがいたのでお家を。で、おばあちゃんにお姉さんがいてて、私から言ったら大叔母になるんですけど、その二人が私たち姉妹を育ててくれたみたいな感じで、で私が福祉に入るきっかけもそのおばあちゃんの介護をきっかけだったんですよね。へえ、ちなみにお父さんとお母さん、あ、いるんですけど、ちょっと離れてずっと生活をしてて。あ、そうなんですか。それはあれですか、お二人がお別れになって。あ、そうです、そうです。でお別れになる前からそれぞれが出られてみたいな。ああ、なるほど、なるほど。感じやったんでしょ。何歳の時ですか、それちなみに。何歳だろう。最後もう10年ぐらい。中学校以降はもうおばあちゃんたちと私たち姉妹とみたいな。だけみたいな。へー。感じやったんですけど、でもすごいね、めちゃくちゃバリバリ働いて、めっちゃ稼いでくれるおばあちゃんたちだったので、すごい不自由なく育ててもらったんですけど。何で稼いでるんですか？ね、お好み焼き屋さんをやってたんです。あ、飲食で。あと普通に儲けて。そうなんです、そうなんです。それでずっと育ててもらってて、本当にもうすっごい簡単なきっかけからその夜の世界に入っちゃって。え、どんなきっかけですか？ほんまにね、ちょっとのお金、あれ7万ぐらいが欲しくって入ったんですよ。その7万は何の7万？何歳の頃にするための？18の時に。高校生？私高校は最後まで寝なくって、1年半行って辞めたんですけど、そこから
なんでやめたんでしょうね。なんかすごい、その当時は、すごいそれが自分にとっては正義やったんですけど、結構まあまあ、そんなお家だったんで、お金もまあまあ必要やったんですよ、家に。だから、学校行くより働こうと思っちゃって。あ、なるほど。まあおばあちゃんたち稼いでくれてるけど、まあ別にその。まあお年もお年やし、うん、で自分もなんか多分、いやそうやって言ったものの、学校行くのが多分だるかったんですよね。ああ、そうか、だる、いや、あんま行きたくもない学校にわざわざおばあちゃんたちがお金払ってくれてんだったら別に行かなくていいじゃんみたいな。うんうん、そうそうそう。それでなんかもうやめちゃって、まあ、やめんでもよかったよなって今になったら思うんですけど、はあはあ、でもなんかその時はもうそうするしかないみたいな、私も働くんだみたいな感じになって、はあ、でその時は全然夜の仕事はしてなくって、普通のなんか飲食とかでしてたんですけど、その時に好きな人がいてて、はあはあ、なんかその同性のお金かなんかやったんですよね多分。同性の、同性の、はあはあはあ、そのアパートから出てとかのお金とか、そうそうそう、それで多分必要やってんで、やってみたら思ってたよりはなんか抵抗がなくって、ああ、うん、そうか、ちょっと向いてたというかバカだったんでしょうねその時はね。へえ、そうそう、ほんでなんかやり始めたら集合とかで働くようになって、だけどなんかもう全然ね、もう今思ったらその時なんて全然お客さんのこと大事にとか、こうサービスがどういうことでとかっていうのが分かんないから、もうすっごい適当にお仕事しちゃってて、出せばいいんでしょ的な感覚でいてたから、だからもちろん人気も出ないし、好きな人がいるのにそれやってんのが辛くなっちゃって、で辞めて一回普通の仕事に戻ったんですけど、次なんでやったんだったっけな、次の理由はね忘れたんですけど、でもまた戻ってその世界に、でその時は結構本気でやって、厳しいお店だったんで、すごいあの教育もめっちゃしてもらって、ですごい稼いだんですよね。時代も良かったんで、もうだから20年ぐらい前か。ああ、そこそこ、30何歳でも20年前なのかそれが。あそうなんですよ。あ、なるほど。そう、そっか、ちょっと本当はやっといけない年齢でやってたんだ。あ、違う、あの18以降やったんですけど。あ、じゃあ20年近く前ですね。近く、そうですそうです、十数年前だったので、はあはあ、辞めた時はやっぱなんかこう夢とかがあって辞めれたんですよね。何の夢があったんですか。なんかね、すごい外国に行きたくなって。あ、はあ、海外に行ってみたいなって、うん、復帰した時にめちゃくちゃ稼いだったの。月どんぐらい稼いだの。へえ、いくらやったんだろう。でもいろいろ使って、はい、その後でも多分100万ぐらい残ったりはしてたのかな。おお、じゃあその 1.5 倍から2倍ぐらい稼いでたってことか。分かんないけど、いや2倍もは多分いってなかったと思いますけど、でももう1日7、8人とかでフル回転みたいな感じ、うんうんうん、やったので。そう、月130から50ぐらい稼いでた感じですか、イメージで言うと。そんなにあったのかな、あったのかもしれないですけど、なんかもう多分麻痺しちゃってたのもあって。あ、お金の、だってそうですよね、そのおばあちゃんに育てられてるような家庭の金銭感覚から月間100万円以上稼いでる感じで、うん、金銭感覚おかしくなりますもんね。そうなんですよね、本当におかしくなっちゃってて、で、もうその当時おばあちゃんはまあまあ年いってたので、でお家にもお金を入れてたんですよね。で、その入れてたのがあったから、もうやめてもいいかなってなったんですよ、そのおばあちゃんたちは。はあ、で、バリバリ働いてたお年寄りが、急に動くのやめちゃうと、すごい勢いで認知やったり、その体力の低下とかが進んじゃって。ああ、じゃあそっか、仕事を休んだことが、マイナスに働いちゃったんですね。そうなんですよ。私は良かれと思っても、やめていいよって言って言ったんですけど、そこからもうすごい勢いで老化が始まってしまって、で結局そのおばあちゃん、施設に入っちゃったんですよね。パーキンソンって動けなくなる病気になったので、でそれきっかけで私たちもちょっとこう介護のことを知るようになって、いや介護の人ってすごいなと思って。でもなんか絶対自分には無理やと思ってたんです。大変そうやし、お給料も安いやろうし、絶対そんな私は無理、お金は払ってお願いするかもしれへんけど自分は無理って思ってたんですけど、
結局そのおばあちゃんも亡くなっちゃって、その時になんかこれから私ってどうやって生きていくんかなと思ったら、なんか介護以外に考えれなくて、で福祉の、あ、それもだいぶ大人です、30代になってから。ほうほうほう。でそれでちゃんと介護やろうって決めた時に学校に行こうと思ったんですよ。福祉の資格取らないといけないわと思ったんで、うん、そしたらそのクラスメートの中に障害のある方たちのグループホームに見学に行くよっていう人がいてて、あ、じゃあそれ私も一緒に行くってなって行ったら、なんか知的障害の方もいらっしゃいますし、精神障害の方もいらっしゃって、でとある中年の男性の方が何にも楽しくないっていう方がいらっしゃって、ゲームやったり本やったりお出かけやったりいろんなこと提案しても何も楽しくなくって、なんかそれってグループホームとしてはお家賃とかが入ってくればそれでも何もしなくっていいんで楽なんですけど、でもちゃんとこの人に寄り添って関わって支援していこうと思ったら、この人に何が必要なのかって考えるのめっちゃ大変なんですよねっていうお話を支援者さんから伺ったら、え、なんでなん、そういう異性のこととか恋愛とかやったらあかんのかなって率直に思って、で調べたらなんか大阪に一個ね、専門のそういうお世話する、うんうん、夜のお世話のお店があって、うん、で、あ、働いてみようって思ったんですよ。どんな感じなんやろうと思って。あ、そうそう、障害者専門のね。あ、そうです、そうです。で行ってみたらやっぱりそのご自身で連絡をしてくれて、で予約を取って何時にどこの場所でみたいな、そういうやり取りができる方じゃないとそらね、私たちお会いできないわけで、じゃあそれが難しい知的障害の方だったりとかパソコンとかも使えない人だったらどうなるんやろうと思って、じゃあ何もないやんってなって、うん、これってなんかおかしくないって思って、でこれちゃんと仕事でやりたいなって本気で取り組みたいなって思ったのをとある支援者さんに言ったら、すごい大事なことやからぜひ頑張ってほしいって言って言ってくださって、でその方がね教えてくれたんですけど、その方が関わってた知的障害の男性が、うんうん、月曜から金曜日までそういう施設で暮らされて、土日はお母様のいるお家へ帰ってっていう生活をされてた方がいらっしゃったんですけど、うん、そのうちのお母様ってシングルマザーでいらっしゃって、お一人でその息子さんを育ててらっしゃったんですけど、うん、その息子さんと支援者さんの会話の中で、いつもお家帰ったら何してるんですかみたいな話になった時に、その当事者さんがお母さんに入れてるっておっしゃって、え、入れてる何を、まあその男性のものを、へえ、ほほほ、お母様はその息子さんの性欲をご自身の体で応えていらっしゃって、でその息子さんってやっぱり障害ある方って感覚過敏っていろんなこうこの触感刺激が嫌だとかこの音が嫌だとか、うんうん、結構過敏な方が多くって、うんうん、でその方もそういう部分がある方だったのでヒーリングを途中で外されたらしいんですよね。なのでお母様はその実の息子さんの赤ちゃんを妊娠されて、へー、降ろされてっていうことをされていて、でその話を聞いた支援者さんがお母様に連絡をしてお話をしたときに、お母さん大丈夫ですかって聞いたら、いやもう私がやらなかったらこの子が性犯罪者になるかもしれないって思ったし、こういうことを誰にも相談できなかったって言って、もうすごいわーって話し始めはったらしくって、でも気持ちはわかるけどお母さんそれは違うよって言って、うん、言ったらしいんですけど、だけどやっぱりそのお母さんもね、今は亡くなられてるんですけど、多分もう年いってからもそういう行為は続けてたと思うって言ってその支援者さんはおっしゃってて、で私その話を聞いた時に、いやマジかよと思って、そんなことがこんな発達してる現代にも起こってると思ったら、今でもそういうお母さんがどっかにおるんやと思ったら、これちゃんと会社にしてどこからでも分かるような看板作らないといけないわと思って、それで法人にしました。
すごいっすね。そう、それが去年で、でも決めてからじゃあもういろんな勉強をしたり、いろんな人に会ったりで、そのやっぱり福祉の世界でも性のことってすごいタブー視されていて、支援者さんでもそこは触ったらあかん部分やからとか、この方には必要ないからとか、そういうご意見今でもすごくたくさんあって、でも同じ人だから三大欲求って食べるとか寝るとかと一緒にね、性のこともあるので、それは同じ人間だから性欲もあって当たり前ですよっていうことも私はお話ししていきたいし、でもその難しいからあかんじゃなくって、じゃあどれやったらできるやろうっていうところを一緒に考えてもらいたいので、もちろんそのセックスまではできないんですけど、その売春になっちゃうんで、その手前までだけど、その人に何が必要でどういう関わりだったら私たちもできて、支援者さんだったりご家族だったり周りで関わっておられる方たちもいいねって思えるような手段を一生懸命考えていきたいんですよね。ああ、そっか、だからそのね、理解ない人だとちょっと抵抗ある人も いそうですよね。そうなんです。でもその理解ないのも別に私は悪いことじゃないと思ってて、その性に対する価値観っていろんなお考えがあると思うし、それぞれのこうご経験されたこととか育ってきた環境とかでどうしても性に対していいイメージを持ってない方もいらっしゃるから、それは嫌やよねって思うこともあるし、でもこのご本人は必要としてはる、じゃあどういう関わりやったら抵抗なくできそうですかとか、ご本人と私だけの話ではなくて、どうしてもその周りにおられる方も嫌な気持ちにならないように。ちなみに親御さんとかも一緒に話すんですか？そうです。へー。親御さんからあのこういう欲求があるみたいでっていうお話を聞いたりもしますし、でご本人がそういうことをしたいってご連絡をくださって、だけど親にはそういう話は反対されるんですとか、うん、じゃあ一緒にそのお母様ともお話させてもらったりとか、それもでもなんか絶対するべきですよみたいな説得はしたくなくて、でこう思ってはります、お母様はこうなんですよねって、じゃあこれやったらどうですかみたいな、その A やん B やん C やん、まあ、C 以降ね Z とかまで続くわけですけど、その中でどれがじゃあ正解なんかって、ほんまにそこのご家庭とかご本人によって、そうほんまにオーダーメイドというかケースバイケースっていうか、福祉の支援ってするとやっぱりめっちゃ難しくって、リスクがあるかもしれないっていうところになかなかにね進めない業界ではあるので、どうしてもそのいや難しい、大事なのは分かるんだけどっていうご意見がすごい多くって、でもちょっともうほんまに何にもこれ以上案がないっていうところまで、なんとか一緒に考えてもらえないかなと思ってね。そうなんですよ。それがなんでこんなに当たり前じゃないんやろうっていう、入ってみてめっちゃびっくりしてるんですよね。なるほど。今までみんなどうしてたんって、今はそういう私たちみたいな専門店もいろんなところで増え始めてはいてて、でもやっぱりその身体の方に限りますだったりとか、こういう障害のある方はちょっと無理ですとか、ちなみに大体どういう障害がそのちょっと厳しいっていうふうにされがちなんですか？重度知的障害のある方だったり、ちょっとその互い人をね、叩いてしまったり怪我をさせてしまったりとかっていうことが起こり得る人には難しいとか、で、あとはパニックになりそうな方にはやっぱりそういうことを教えてしまうことでこう日常のリズムが狂ってしまうっていうか、自制が効かなくなるとか、まあ、それこそ性犯罪を犯してしまう人になるんじゃないかとか、うん、そういうことがね、やっぱり考えられるは考えられるんですけど、ほんまにでも
無理なんかなってすごい思ってて、性じゃないんですけど美容のことで、そういう福祉のところに専門で行く美容師さんだったりネイルアートされてる方たちとかもね、そういう活動されてる方たちもいてて、である方に教えてもらったんですけど、もう普段すごい暴れてるような人がちゃんとこう綺麗にしてもらいたいからちゃんと座って待っててくれてるって言って、で私を綺麗にしてくださいっていう姿勢で待っていてくださるようになったんよっていう話をね聞いた時に、あ、できひんやろって思ってんのってもしかしたら私たちだけなんじゃないのっていうふうにもなんか思ってて、 A やん B やん C やん、もっともっと先の、まあ、Z 以降の、まあ、例えば100通り何千通りっていう関わり方があって、そのうちの一つかもしれないし、それ探すのってめっちゃエネルギーもいるし時間もかかるしめっちゃ大変なことやとは思うんですけど、でもそれぐらいしてもいいことなんじゃないかなって私は思ってて、でそれはあかんって、そんな障害のある方に性を教えるのはあかんって思ってはる方ももちろんいらっしゃるんですけど、でもその他人の違うっていうのを否定するんじゃなくって、あ、そういう意見もあるんやねっていうことで、その自分とは違う考えも、そんな考え方もあるんやねっていうふうに、いろんな違いをなんかみんなが認め合えたらいいのになって思ってて、ジェンダーとかでもね、その同性を好きになるなんてって思うはる方ももちろんいらっしゃるでしょうけど、あ、でもそういう生き方もあるんやっていうことをみんながみんな思えたら、もっと生きづらいと思ってる方は減るやろうなと思ってて、めちゃめちゃ時間かかるかもしれないですけど、でも難しいと思ってやらんかったらね、一個も進まないですけど、ちょっとずつでも何かできることがあるんやったなーって思って、試行錯誤しながらやっております。少し今じゃあ始めて1年1ヶ月どうですか ?1 年やってみては。いやーなんかほんまに、こんなにいろんな人がつながってくれて、いろんなとこからお声が上がるんだっていう感じです。例えば九州なんですけど性サービス受けたくてとか、関東からとか。へえ、そういう場合どうする？どうしても交通費をいただかないとダメなんで、それがいただけるんやったらもちろんお伺いはしたいんですけど、なかなかにね、すごい負担、ベラボーな気がするじゃん、ね、大阪からになるので、だからなんかその土地で、あ、この土地やったらこういうお店あるみたいですよっていうのをお伝えしたりとか、関東の人がね、うん、5人集まったらじゃあ1人ずつから3000円か4000円ずつもらってとかできますかね。あ、なるほどですね。いや、わかんないですけどね。いや、でもほんまにそうです、そうです、そう、そういう頭の使い方をせなあかんのんですよ、私たちは。はあはあ、めっちゃだからいろんな人の力がほんまに必要で、別に福祉だけじゃなくても、ビジネスとして全然違うお仕事をしてる方のアイデアとか意見が私たちにめっちゃこうためになったりもしてますし、だってそれこそね、その対応してない障害があってそれも受け入れようとしてるって、誰もやってないことを今やろうとしてるから、すごい面白いって言ったら失礼だけど、いやでも面白いと思ってもらって興味持ってもらえたら、何かこうね、ちょっと考えてもらうきっかけになったらすごい嬉しいなと思って。でもじゃあ実際その他店舗では断られちゃうような人にお相手したことあるんですか？その、はい、それなんかね、でもそのご自身たちもやっぱよういかん人、そういう普通のお店には行けない方たちもいてて、僕は障害者やから騙されるんやろうっていうお言葉も聞いたことありますし、障害者やからそんなエッチなことはできひんねやろって言わはった方もいらっしゃいますし、だからもうそういう偏見の中で皆さん暮らしてはるから、したいと思ってても言えないんですよね。だからそういう、ま、支援者さんに連れて行ってもらうことが必要であっても言えなかったりとか、生き方がわからないとか、なんかそういう人を支援者さんだったりお母さんだったりが私を探してくれてご連絡くださったりしてるんですけど、なるほどね。
この1年に何件ぐらいこなしてきたって言ったら、わかんない、何件ぐらいなんでしょうね。なんかもうお話聞くにとどまる方たちもやっぱりいらっしゃって、今コロナののもあってしたいんだけど、まあそうか、なかなか実施には至らないケースとかもすごいあって、だから実際にサービスに行けたっていう方は30人満たないんじゃないでしょうか。そうなってくると1年間の活動費を30件に満たない人たちの分で賄ってるっていうことなんですか。なんかでも店舗もないですし、特にかかるものがなくって、で、その一般社団法人とお世話はまた別事業でやってるんですよ。その輝き製作所は講演とかその性教育とかカウンセリングとかそういう業務をやっていて、そのお世話はその風営法の許可を取ってるので、それ別事業で今のところ個人でやっていて、あ、で、そっかそっか、だからその障害以外の人も相手にしてくれて生活しよう。あ、今はもう障害の、はい、へえ、あ、でも別で自分の趣味でその一般のお店の M 生館には働いてます。あー、そっか、そう、単純に聞きたかったのは今その暮らしの、あ、どうやって食べていけてる、そうそうそう、あ、単純にこれまでの貯金を切り崩して活動に当ててるのか、一応 なんか自分の生活費はうまいこと確保しながらその活動を続けてるのか、どっちなんだろうなと思って、市場がまだまだ狭いので、それだけで食べていくってなかなかにちょっとまだ今はね難しくって、ご制約までめっちゃ時間かかるんですよね。もうそうですよ、やり取りが、今の話聞いてきたらそのだって普通のタイプが例えば電話して、はい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 、じゃあそのまあ30分後なり1時間後なりに来るとしたら、はい、1ヶ月とかかかっちゃうと分かる、1週間とか1ヶ月とか、そうです、めっちゃもう何ヶ月もかかる場合もありますし、なかなかにねそのスムーズにことは進まないんですけど、でもその分やっぱりめっちゃ喜んでくださったりとか、まあね、生まれて初めて女性触りましたとか、うん、なんかそういう風にねすごい楽しかったとか嬉しかったって言ってもらえるとほんまにやってよかったなって思いますし、なんかそれが私らだけじゃなくって、別に一般のお店でもみんなが行けるようになればいいのになって、専門店ってくくらんくっても、うんうん、ちゃんとこう選べて、今日はこのお店のこの女の子と会いたいっていう、そういうなんか自由に選べるようになったらいいなって思ってるので、だから一般のお店にこういう障害をお持ちの方、こういう関わり方ができますっていうのをいつかね持っていきたいなって思ってるんですけど、うん、そうなんですよ。いやでもすごいいい挑戦ですね、素敵な。ありがとうございます。かっこいいですよ。いやいやいや、もうほんまに全然あのすごい周りの方にね助けてもらって、いろんな意見聞かせてもらったりとか、はい、こうしたらいいんじゃないのとかって一緒に考えてくださる方たちがいてくれてるので、一人やったらもう到底ね難しかったですけど。へえ、結婚願望とかそういうあるあるんですか、家庭みたいな。結婚願望あった時もあったんですけど、でも今これめっちゃ面白いんで、はいはい、50ぐらいまでプレイヤーとして現場で頑張りたいなって思ってるんですけど、その後に自分がその、ま、教育の分野だけでいろんな人にそのサービスを伝えたりとか、うんうん、関わり方を伝える側に回るようになったら、その老後を一緒に過ごせるようなパートナーの人を見つけたいなと思ってます。へー、あ、なるほどね。別にその席とかはどっちでもいいんだけど、へー、やりきったって思えるぐらい頑張りたくって、今のこの活動を、はー、その頃にもうその障害と性、そんな当たり前のことまだやってるんって言われるのが目標で、あ、なるほど。そう、そのくらいも当たり前としていろんな人にね捉えてもらえるようになるまで頑張りたいなと思って、あとはその自分たちで YouTube も作りたいなと思ってて、今撮影ももうやってるんですけど、この間も障害持ってるお友達に私がそのお世話をさせてもらって、どうやった感想を聞かせてみたいな、そんな対談を撮りました。すごい
面白いですね。めっちゃ面白かって、そんなとこが良かったみたいな、めっちゃ自分にとってありがたい発見もあってね。動けない人なんですけど、でもそれでも女性には楽しんでもらいたいっていう気持ちがあるから、一緒に楽しみたいとか女性に喜んでほしいっていう気持ちでお口を使ってやってくれたんですけど、ご奉仕をね、はい、それがすごい良かったって言ってくれて、へー、そう、なんかそれで楽しんでくれてるんやっていうのが分かったのがすごい喜んでくれはって、へー、マジかそこかと思って。なるほどね。そう、だからそういうお体の彼にしか分からへんその喜びを、はあ、私もそれを教えてもらえたから、へー、めっちゃ嬉しかって、おー、侮ったらあかんなと思ってね。なるほどね。ちゃんと綺麗にしとこうと思って。あ、なるほどなるほど。いい勉強ですね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。だからすごいその人その人で嬉しかったとことか、はあ、嫌やったこととか苦手なこととか違うから、私がそのこう上からかぶさるみたいな感じにした時にすごい怖そうにされた方もいらっしゃって、はあ、もしかしたらその今までの育成歴の中でそういう怖い思いをされたことがあったのかもしれないし、あ、こういうことが苦手なんやなっていうのがそこで分かったから。なるほどね。うん、その専門だけでもニッチなのに、その中にまたもっとニッチがあるんだみたいな。あー、そうですよね。そんなの知ることないから。そうですね、いやでも良かったです、知ってもらえて。はあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあまた連絡しますね。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。